大丈夫だってば。ランがまた泣きながら飛び出してこないか心配だよ。モコ嫌い。冗談。ランちゃん頑張ってね。私たちはここで待ってるから、しっかりやってこいよ。ほんと平気だから。それじゃあ行ってくる。はあ、なんかドキドキしてきた。やっぱり心配だよ。今はランを信じよう。てかすぐ体調は大丈夫？退院してすぐなんだから無理しちゃダメだからね。ありがとう。私はもう大丈夫だよ。ランちゃん行くといいね。頑張ってこい、ラン。父さん。やめない。やめたくないから話しに来た。父さん、私はバンドをやめない。これからもずっと続けていく。父さんはバンドをごっこ遊びって言うけど、私たちは本気でやってる。このチケット父さんに。ガールズバンドのイベントなんだけど、出演バンドの中にあるアフターグローってやつ、それが私たち。このイベントを父さんに見に来てほしい。私たちは今このイベントに向けて頑張ってる。父さんに私たちの本気を見せたい。見て納得してほしい。ライブが終わったら真剣に華道のことも考えたいと思ってる。もっとちゃんといろんなことに向き合って答えを出していきたい。お願いします。父さん。もちろん納得させてみせる。そのために父さんに来てもらうんだから。そうだっけ。別にバンドがやりたいだけだし。じゃあ私この後練習があるから。父さんありがとう。